ライト前、セカンドランナーが帰ってくる。先取点はロッテ、里崎ライト前先制タイムリー、ロッテが1点を先行です。追い込まれていながら今は右の方向にナイスバッティングでしたね。素晴らしいですね、意識としたらやっぱりそのなるたけボールを長く見たいっていうような打ち方ができていたので、まあ、右に打つはもともと上手い選手ですからね、はい、ですから打席の中でも今ねこう若干下がり気味で、そして踏み込んで外の球っていう気持ちありましたかね。どうですかね、基本的にその相手の投げてくるボールを予測しながらということを彼はするので、まあ、外側中心に来るっていうようなことも含めてね、一つ前の球がインコースでしたから、そういうことも含めて狙ってたと言っていいんじゃないですかね。自身4試合ぶりのヒットが先制タイムリーの里崎の先制ライト前タイムリーでロッテが1点を先行。そして今日は9番に下がった今江です。ライト前に先制タイムリーを許しております。山根さん、はい、その談話ですけども、怪我でスタメン離れてチームに迷惑かけていたし、復帰してからも打てていなかったのでいいところで1本出てホッとしています。で、成瀬の時にはいつも援護できていなかったので今日は早い回に先制できたのは良かった。初球から打っていきました。当たっています。レフト前へ2点目が入りました。里崎2打数2安打打点に。島村さん、まだありますか。この後も中押し、ダメ押しといきたいね。そしてしっかり成瀬をリードしていきたいというコメントです。なるほど、まだ中押しというには早いんですが当たってますね。さっきストレート系でしょ、狙い球を絞ってというそういうタイプの選手ですから、もう本当に、まあ、ボールはボールだと思うんですよ。低くてもただ先ほど その外まっすぐをライトに綺麗に打ったということがあるので、おそらくカーブ系統のボールで来るのではないかという判断をすると思います。